大仏様は、日本の伝統的な寺院建築様式の一つ。かつては天竺様と呼ばれた。平重平らによる、なんと焼き打ちで焼け落ちた東大寺の再建の際、日宋経験のある総長源によってもたらされた、建築様式。従来の寺院建築様式である和洋。また、鎌倉時代後期から、禅宗寺院に採用された禅宗様に対する言葉。禅宗様とは、 共通する部分も多く、合わせて、鎌倉信用式、または、創用式と総称される。東大寺南大門自称4年、平氏政権による、南都焼打ちによって東大寺は改陣に返した。後白河法王は直ちに復興の意思を表し、肝心に将来に、東大寺再建のための肝心活動への協力を求め、要は元年、その責任者として、 長元を大漢人職に任命した。密葬経験があり、建築事業にも詳しかった長元は、大陸式の新しい建築様式を導入し、大仏殿南大門などを再建した。その建築様式は非常に独特であり、当時の中国の福建省周辺の建築様式に通じると言われている。長元没後、大仏様は急速に廃れたが、 大仏伝彩剣に関わった職人は各地へ移り、大仏様の影響を受けた和洋建築が生まれた。これは、雪中様と呼ばれる。大仏様、禅宗様で採用された抜きは、和洋建築でも積極的に使われるようになり、修理の際にも抜きを入れ補強されることもあった。例えば法流寺注文や平等院法堂の抑郎部分は、 鎌倉時代の修理で付け加えられたもので、この補強があったために現在まで建物が残った可能性がある。浄土寺浄土堂一部は禅宗様の特徴にも通じる。大工の伝承では、和洋、天竺様、唐洋が区別され、明治時代以降の建築士でも使用されてきた。大仏様の古障は、第二次世界大戦後のもので、日本建築士屋の太田博太郎が、 天竺様という名称は、インドの建築様式と誤解されてしまうと批判し、大仏様という名称を提案した。現在の建築史では一般に、大仏様という用語が使われている。しかし、大仏様という呼び方も創建当時の大仏殿の、様式と誤解される。また、大仏様という旧来からある言葉と、衝突するという問題点も存在する。このため、 長元様という故障を提唱する意見もある。ありがとうございます。